マグニチュード8の、東海地震が単発で起こった場合を想定した、揺れになります。はい、終わりました。今ので約2分間ですね。そうですね。気持ち悪くなっちゃう。なんか、大丈夫ですけども。で、実際、今の、 体験用として2分なんですけれども、計算では6分間というシミュレーションになっているので。ウエストタワーの防災備蓄品ということで簡単に説明させていただきます。まず食料ですね。水ですとかビスケット、あとはトイレ、これ簡易トイレになります。であと通信としてはトランシーバー、あと救出救助として、こういった形のものが備蓄されています。あとはその他、備品ということで、シートですとかランタンですとか乾電池、マスク、バケツ、手袋、こういったものが備蓄されて、こちら各フロアの、図になるんですね。こちらですね、こちらの方に各階こちらになります。空間ですね、はい、そうです。先ほど5階ごとの、備蓄品がここ3点ございます。災害用の工具セットですね。で、あとソフトタンカーで、あと救急セットということで、こちらこれが5回ごとになります。首にかけていただいてですね、はい、はい、でここを持ちます。で、ここ結構重いですね。実際はこういう感じ座っていただいてこう運ぶというのが公式な運び方ということにホームページの方には載っていたので、ある程度しっかり意識のある方であったり、ちょっと安全な、ある程度健康な方ということが結構前提条件にはなっているようです。で、狭い場所でも前後についていけますので、いけるということです。さっきドア開けるんだって、あれ誰かがいればね。はい、また水を吸収するジェル状のものがありまして、ついてますね。はい、これもついてる。ネットはですね、ついてないんですよ。はい、こちらはないですね。で、ない場合はもう1枚ビニール袋を引いていただくということで対応していただければと思います。